ヒールで、ここ小島右、茂木シュートいった、これが決まって2対1、茂木俊介が決めました。いやー素晴らしいですね、この崩しからでしたけども、はい、この試合初スタメンの茂木が決めました。前半から、ね、少しボールが集まっていたので、まあ、チャンスは来るかなと思いましたけども、こう流れた後ワンタッチで中に入っていってニアサイドを、ね、打ちに行きましたよね。小島のパスにワンタッチで中に入ってきて左足を振り抜きました。自分でワンタッチで中に入っていくことによってコースを作ってのシュートでしたね。はい、